はい、トミーです。今回もですね、なんだろう ゴッドフィールド、ゴッドフィールド2回目、前回負けてしまったんですけど、今日もね、ゴッドフィールドやってみたいと思います。まあね、ルール的には、まああまりよくわかってないんだけども、とにかく、運が良ければなんとかな、まあ慣れもあるしね、みたいな。怠慢、これ一人と対戦するやつで、公衆神殿とかだと他人と再戦って書いてあるけど、怠慢だったらあれなのかな。とりあえず怠慢行ってみましょう。あ、はい、怠慢。怠慢行きましょう。はい、どうしよう。まあ、攻撃するよね、とりあえずね。まあ、いいや、11年使う。弾いた。最悪だな。11か。でも。MP を回復してきたね。どうだろうな、処分したいんだよな。とりあえずこれいこう。はい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 。MP をどんどん上げている。いや、これでいこう。4が命中ね。まあ守るよ。あ、守れねえ。属性とかあるからさ、守れないんだよな。もうしょうがない、許す。なるほど。はい、B で。はいはい。使っとこうか。キリ、はい。いや、これちょっと全部いけないんじゃない？そんな食い止めるか。MP を消費してでも食い止めておく意味があるのか。厳しいな。いや、こっちだな。なるほど。これじゃねえな。
確か MB に回復しよう。いや守る奇跡を止めるだけど、ちょっともったないかもしれないけど守っとこう。ワンダーソード、なるほど。メディオスミカのメイス許すんだ。じゃあもうないのかな。両替が欲しい。なるほど。守る。HP をね増やしに来たよね。うん。からな向こう。
これ以上守備できねえな。まあいいしょうがねえ、ここクラウ。分かってるけど、あ、うんか。長いね、勝負はね。
いやーなんか追いつかれてきた。守れないのこれ。食らうしかないって言ったとた連敗かな今日も。これも使った方が良かったかな。何でも反応できない。やたら戻っちゃいますねこれ。塗るか。これ MVP がある限り雷を使い続けるというね。ちょっと厳しいですね。守護神がいるっていうのは、
はい、ということで、まあ、今回もちょっとなんかうどうとしてるですが、オットフィールドの、2戦目ですが、見事に負けてしまいました。いつか絶対勝つので、ぜひね、見ていただければと思います。もしよければ、チャンネル登録、高評価、コメントなど、オットフィールドやってる方など、なんか、メッセージくださればと思います。ということで、ありがとうございました。